もうものすごいですね。びっくり。で、まず何がびっくりかっていうと、なんていうんだろうな。アンプとかで鳴らした時って、マイクで拾ったりすると若干ローが遅れてきたりするんですよね。で、そのなんかロー感というか、なんだろうな、レスポンスが空気的に悪い感じもすごく表現されてるような気がするんですよ。で、それが本当に意図してやってたらものすごいことなんじゃないかと思って、非常にびっくりしてます。で、全くノイズも乗らないし、むしろあえてノイズを乗っけるんじゃねえかみたいなぐらいの計算し尽くされた、ナチュラル具合をすごく感じましたね。だから例えばこれ1台あれば本当にすごいコンパクトなレコーディングとかだったらもう全然これ1台済んでしまうんでしょうし、まあ海外のプレイとかの時にパッて持ってって、もうエアとか鳴らさずに全部こう解決するようなクオリティのところまで持っていけるような気がします。まあ実際こういうふうにチョイスさせていただきましたけれども、エフェクターをですね。で、こういうのって実際僕がナッシングスでプレイしているようなエフェクターに近い感触のエフェクターをチョイスさせてもらったんですけど、すごいオケナカで全然違和感なくですね、グルーヴできたんで非常に楽しかったです。っていうか本当に欲しいですね、僕実際。はい。このシミュレートしてる感じ、シミュレーションしてる感じがすごく面白くてですね、例えばまあ EQ とかしてないとパンパンってこうアンプを切り替えた時に全くローがないとか、いきなり次のアンプだと歪んでたりとかっていう、そのめちゃめちゃ凹凸の激しいキャラクターが出てくるわけですけども、それが非常に面白かったです。アンプによって、あ、こんだけ変わるんだみたいな、実際アンプってそうだと思いますし、なんかその辺がすごく忠実に再現されてんではないかと思いました。それでも例えばそのアンプ1個目のアンプ2個目のアンプを弾いた時に全然キャラが違うんですけど、例えばそれをちょっと寄せるというか、キャラクターをそのサウンドメイクによって寄せることも全然可能ですし、逆にこう全然キャラクターを分けるみたいなこともできますし、だからなんかすごい面白いですね。いっぱいアンプ持ってるような感覚というか。
なんか僕の勝手なイメージかもしれないですけど、こういうマルチな感じのエフェクターの中に入ってるその歪みとかってすごい綺麗になってるみたいな、実際エフェクターって踏んだらめちゃめちゃ歪むんですよね。例えばそのエフェクターと空間系を同時に踏んだ時に、多分コンパクトエフェクター、そのこういうマルチな感じっていうと綺麗にまとまっちゃうような作用がしてたりとか、逆にこう全然抜けてこなかったりとかっていうイメージがあったんですけど、これ全くなくてですね、もうそれをやることによって完全にまた新しいサウンドができる。だから実際ね、エフェクターと同じ作用が忠実に再現されていると思います。その辺はすごいびっくりしましたね。ベースでかけた感じは全部面白かったです。で、なんか本当ナチュラルだし、うん、違和感なく、ギター用とかベース用とかっていうカテゴリーは全く感じずに、サウンドメイクできたような気がしました。例えばこの、なんていうんですかね、実際だからこのエフェクターをまず使ってみましょうって言った時に、僕は全然マルチエフェクターとか使ったことなくて、で最初はどうやってやるんだろうなって思ったんですけど、実際触っててなんかある程度エフェクター知ってたらすぐ使えるなっていう感触でしたね。このエフェクターまた便利なところがですね、実際エフェクターってボードで組むと一回組んだらなかなか、何ですか、エフェクターの場所を移動するって結構難しかったりするんですけど、例えばそのエフェクターの場所にエフェクターを置く場所によって作用されるのがすごい結構エフェクターってあって、その歪みの順番とかその空間系の順番とかで逆にしたりするとすごい音が変わっちゃったりとかなんか結構するんですよね。でその辺をまあ、普通のリアルだと結構すごい大変、一時ここ抜いてでスペース探しておいてでまあつなぎ直してみたいな感じなんですけど、まあ、これはもう全然、例えばこのポンポンみたいな置く場所が変わったりとかするんで、すごい便利ですね。うん、選びたい放題。リアルなエフェクターのコンプ感にめちゃめちゃ似てますよね。プロツールスなんかに入ってる中のやつとはちょっとまたちょっと違う、実機に近いニュアンスをすごく
感じます。すごいですね、シンプルディレイ。コーラスとコーラスもかかったディレイとかも入ってます。なんか一人で一人のライブとかなんかね、これ一台持ってってすごい狭いとかでもなんかあれがあれば、環境があればすぐライブができてしまうような、あのすごい身軽さを感じますね、うん、EQ とかも入ってもんだって。これでもこれ作った人天才ですよね本当に。すごい面白いですね。すごい、こんなことできるんだ、めちゃめちゃあります。なんかこうすごい歪みとかもこのいい意味なんですけど、すごい無茶な感じが実機に近いなと思ってて、リアルなエフェクターって混ぜた時に結構無理やり感があるんですけど、その無理やり感が結果面白かったりとか、その変わった個性あるサウンドにつながったりするんですけど、そのニュアンスがうまく出てくれますね。だからなんか本当にエフェクター並べてサウンド作ってるようなアプローチでサウンドメイクをできるような気がします、うん。なんかそう僕思うんですけど、その今多分どんどんそのライブ会場でアンプで鳴らすっていうのが少なくなってきたと思うんですよね。実際アンプは置いてあってもそのアンプは鳴ってなかったりとか、 LINE で割と構築されてたりとか、どんどんそういうなんか感じになってきたじゃないですか。だからそこにはすごくこうマッチしてますよね。だから僕も実際そんなにアンプ鳴らしてないですし、やっぱり LINE で結構関係させてるところもすごいあって、だそういうところでのなんか新しいひらめきというか、インスパイアというかというところにこうマッチングできればなっていう、その可能性は感じましたね、うん。これからのなんかその音楽のそのライブワークとかの流れに、うん、合ってるなと思いましたね、うん。